まずはオールセントラルの先発金田、神宮球場のマウンドに上がります。どう抑え込んでいくのか注目です。小宮山さん、夢の対決第1ラウンドです。楽しみな対戦となりましたね。いや、これはね、見応え十分ですよね。もう本当に楽しみですね。はい、小宮山さんの興奮も伝わってきます。厳しいコースにまず投げ込んでいきました。スピードボールを持っています。変化球タイミング合いません。インコース詰まりました。ここはフライになっています。ショートが落下点に入ります。捕ってワンアウトです。バッターは2番に入っている辻。まずはワンアウトを取っています。マウンド上のピッチャーは金田、そしてキャッチャーは古田。このバッテリーをオールパシフィック打線がどう攻略していくか。初球は何で来るか。アウトコース、空振りです。156キロがいきなり出ました。ファウルになります。ここはストレートを続けてみてもいいかもしれませんね。なるほど。インサイド落ちました。これもファウル。振っていきましたが三振。まあバッテリーもね、警戒してたんでしょうけどね。膝元への変化球、思わずバットが出ました。すぐに追い込みました。次が3球目、ファウルになります。さあ4球目は何か。1、2塁間抑えた。1塁アウト。これで3アウト。これが先ほどのプレーになります。ご覧いただきましょう。先制のチャンスがあったオールパシフィックですが、そのチャンスを生かせませんでした。